はい。というわけで、今回はこのゲームやっていこうと思います。ゲームスタート。引っ張る方向を決めて、左に引っ張る。左に引っ張っていくか。はい。左に引っ張る。お、引っ張った。え？っていうこと？あ、これでなんか引っ張って倒すってことか。はい、倒した。あれ？倒してない。お、切った。なんで浮いてんの？この人。な、こうやって切るゲームなんだね。はい、これ引っ張って、この人、どこ行くの？ん？遊び方。そして、下に、引っ張れば、あ、これ飛ぶ。これ飛ぶってことですね。ジャンプして上に攻撃できる。どうじゃ、ここまで届くか。はい、あ、こうやってやるってことですね。あの、ジャンプもできるみたいですね。はい、切る。実際のバトルでは、アイテムは、めっちゃ、早く、動くぞ。二段ジャンプ。はい、二段ジャンプを使って。これか。はい、来た。攻撃の種類は、およそ5。はい。斜めっていうのあるんですね。あ、これか、斜め。はい、斜め。いろいろな攻撃を、まあ、試してみるってですね。はい、おしまい。死んじゃってんじゃん。はい、まあ、こういう感じで、まあ、引っ張って、まあ、どんどん攻撃していくっていうゲームですね。斜めとか、まあ、5種類。横、斜め、上とか、まあ、下とかはあるのかな。はい、今やっていこうと思います。あ、いろんなキャラもいるみたいですね。攻撃、ガード、リーチ、トリッキー、スピード、ジャンプ。これ強そうだな。じゃあこれでいってみます。はい。これでどんどん引っ張って倒すゲームなんで。あ、HP とか書いてる。いった。やばい。一回逃げよう。よし。お、結構いいよ。結構いいペース。お、よし。倒しましたね。はい、まあ、こういう感じでどんどんやっていくっていうゲームですね。スコアとかも見て。こうやって引っ張って、まあ、どんどん。早い。暗い。ほら。やばい。あ、負けた。ちょ、もう一回やります。はい、まあ、こういう感じで相手をどんどん切って。ちょっと難しいな。これで。なんか、回転するときもあるみたい。おいし、勝ったー。はい、勝ちましたね。なんかやっていくんですね。相手の動きとかも予想しなきゃいけないから、ね、結構難しいですね。なんかスライム来た。スライムキング。早い。なんか分裂した。やばい。強い。強いです。やばい。危ない。これ強くね、これ。こんなんか。やばい。あ、消さ
られた。これ攻撃するたびになんか絶対食らってるような気がするんだよね。ほら、これ。攻撃するたびに食らうようになってるやんけ。この上からの下。あ、この攻撃結構いいですね。上からの下。上からの下。やばい。これ、上。これ攻撃するために絶対食らうようになってるやんか。あ、負けた。で、さっきもこれくらいだったら負けたな。結構ギリギリで負けるようになってるんですね。これ攻撃するために絶対食らうんだ。で、まあこういう感じでやっていくんですね。引っ張って。あ、負けた。え、これどういうことだ、これ。攻撃するために絶対食らうようになってるんだけど。あ、切り逃げ。切り逃げ。ここで、斜め二段切り。ここで、上から下。あ、外した。ここで、今の当たんないの？今の攻撃。はい、これでもう切って逃げる。これが強いね、やっぱり。あ、間違え、やばい。よし、勝った。最後は結構ゴリ押しだったけど。やっぱ切って逃げるのコンボが強いですね。はい、やっていきましょう。もうなんか、やばい、早い。はい、先制与えて、ここで、逃げる。下。やばい。よし、切った。やばい、強い。やばい。あ、負けた。ちょ、強いなぁ。ここで、まず切る。え、今の当たるの？今の攻撃当たるようになってるんだ。はい、結構、骨。はい、まあ、これでもうひたすら切る。ここで、上。この攻撃ダメだ。なんか勝った。なんか勝ちましたね。まあ、ジャンプしてからの下でなんか回転するんですよね。下に行くときは回転して攻撃するみたいですね。は？はい、与えた。ダメージ与えて。おし、だんだん上手くなってきた。ジャンプ、からの切る。はい、このコンボが強い。はい、まあ、こういう感じでやっていくゲームですね。おら。よし、いいよ。よし、勝ちましたね。はい、勝ちました。まあ、こういう感じでやっていくゲームですね。まあ、こういう感じでやっていくゲームですね。で、引っ張る長さとかもあるみたいですね。こういう感じでやっていくんですね。で、最後やってないと思います。最後。これ引っ張る。
ちょっと、この相手のね、動きがあんま予想がつかないんですよね。斜め動き、お、これ結構強い。やばい、かなりの接戦。お、勝った。よし、勝ちましたね。はい、まあ、これからやっていくゲームですね。はい、というわけで、今回はここまでにしようと思います。次回もお楽しみに。